いどうも、劇団スラム座長のレイゼイです。というわけで本日は4月9日、そう、福丸小糸ちゃんのね、配布日でございますね。というわけで今回は朝倉徹、樋口まどかに続きまして、この福丸小糸ちゃんをプロデュースしていきたいと思います。まあいつも通り第一印象を述べるならば、まあこのビジュアルを最初に見させていただいた時に、あの系統としてはね、あの放課後クライマックスガールズのチョコ先輩にちょっと雰囲気が似てる子だなっていう印象を受けましたね。ただそういう印象を抱いていたんですけども、今この表示されてる画面、このここでこの福丸小糸ちゃんが言ってる、みんな私がいないとダメなんですよっていうね、この一言、ものすごい危うさを感じるというか、ちょっとやばそうな感じがすごい匂ってきますよね。まあね、まあ、チョコ先輩に雰囲気が似てることは言っても、そこはアイドルマスターシャイニーカラーズ、全く同じようなアイドルをね、かぶせてくるなんてことはしないと私は信じております。まあもうね、ここに出てるコメントの時点ですでにだいぶやばそうな雰囲気が見えててね、非常にプロデュースが楽しみなんですけども、この期待感を持ちながら早速福丸小糸ちゃんをプロデュースしてまいりましょう。はい、というわけで早速プロデュースを開始させていただきました。プロデュースイベント名、なりたいものはなーに、ということでね、やっていきたいんですけども、まあここは例のごとくいつもの共通コミュですのでスキップさせていただきます。さてここからがコミですね。お、これはもうスカウトが終わった後から始まるっていう展開ですかね。こういかにもな小動物系と言いますか、そういう第一印象を受けるこのファーストインプレッションですね。これは面接が始まったタイミングっていう感じですかね。アイドルはいつもなんかスカウトから始まるとか、まあ向こうから声をかけていただくっていうことが多い中で、まあオーディションから始まるという形ですね。まあ翼プロにしてはなかなか新入社員に厳しいことをやらせないっていう展開ですね。珍しい。なんだかこう面接の割にはすごい、あの、なんでしょう、緊張しいなところが出てしまってるというか、まあさっきもプロデュースさせていただいた朝倉徹さん、樋口まどかさんの幼馴染にあたる子なので、まあその2人がアイドルになったから、じゃあ私もなりたいっていう感じで来たっていうあれなんですかね。ああ、まさに私が今話したところですね。すげえ驚きようだな。わかりますか。そうなんです、すっごく仲良しなんです。なるほどなるほど。そうなんです。おお、結構最初から確信をついてきますね。まあ言ってしまえば、福丸小糸ちゃん、あのアイドルになりたいっていう欲求よりも、幼なじみのみんながアイドルをやっているからアイドルを目指すっていう子なので、その動機であのアイドルっていうものをどう見てるかっていうのが見える質問を投げかけたっていう形ですかね。なりたいアイドル、まあ案の定と言いますか、あのやっぱり幼馴染二人がやってるからっていう動機で入ってきてしまったために、あの自分がなりたいアイドル像とかやってみたいことっていうのは全然できてないっていう状況ですかね。すごい驚き方だな、毎度毎度。
なんかいいですね、こうやって選択肢っていうか考える時間を用意してくれてるっていうのはすごい、こういう子にとって優しいプロデューサーっていう感じがありますね。あ、もう合格なんですね、この時点で。すごいな。なんかその用意した上でもう一回面接とかじゃなくて、もう一発合格と。最後に一つ。あ、そうそう、朝倉徹、樋口まどかはね、確か2年生なんですね、高校2年生。それで福丸小糸さんはその二人と幼馴染でありながら年齢は1個下っていう形なんですよね、そういえば。大丈夫です。言い切りますね。まあまあまあ、一つ目のコミュを見終えた感じだとこの子大丈夫かなっていう感じがすごいですよね。まあでもそういう面で言えば、あの樋口まどかもね、あのアイドルになろうとしてきたんじゃなくて、幼馴染を守るために相手を偵察しに来たっていう形からね、アイドルに導かれていったんで、まああの子も最初からどんなアイドルになりたいかっていう像があったわけでもないし、まあそういう意味ではね、この子も全然その二人と同じような入り方と言ってしまえば入り方、まあ他人に釣られたかどうかっていう差はありますけども、結局やっぱりユニットとして活動していく上で仲間との絆っていう言い方はちょっと臭いですけども、そういうものって大事ですし、コミュニケーションちゃんと取れた方がいいので、そういう意味ではもともと仲がいい幼馴染のユニットを作るっていうイメージがもうプロデューサーの中にあるならば、まあこれはいい選択かなっていう感じがすごいしますよね。すんごい早口オタクになっちゃった。お、一つ目のコミュですね。なんでしょう。はい。なんだかこういうふうに警戒心が強いところもちょっと小動物的ですね。この書類なんか本当に親に書いてもらったんでしょうかね。はい。なんかでもこの感じを見るに、ちょっとご両親との関係があまりよろしくないんですかね。それとも純粋に親に黙ってることへの罪悪感からこういう口調になってしまうか。確認してみます、私から。わかりました。もうなんか話が戻って安心しつつ怯えつつっていう感じですね。いいえ。それ本当ですか？可愛らしいですね、やっぱこういう笑顔を見せられると。えへん。そうなんです、みんな私がいないとダメなんですよ。あ、このセリフはなんかあれなんですね。あの、私はてっきりなんかこの幼馴染グループを裏で牛耳ってる的な勘繰り方をしてたんですけど、思ってたよりなんかこう、なんていうかこう、嫌悪感のない調子の乗り方でこういうことを言うんですね。
私がいないとダメなんですよみたいな感じではないっていうことが分かったのでね、まあこの時点でこの子はそんなに裏のあるちょっと恐ろしい子っていう感じではなさそうです。頑張っていこうなですかね、ここは。私そんなのないですよ。ん？ああ、わからないことも不安なこともないですよっていうふうに言ってるっていう感じですけど、どうも不安はありそうですね。はい、そうですね、プロデューサーさん。結構態度が表に出がちな子ではありますね。みんなは今のセリフ見る限りだと、自分がみんなの役に立っている、みんなを仕切っている、みんなをまとめているっていうところに自分のアイデンティティを感じているタイプの子ですかね。なんかやっぱり最初チョコ先輩のような子なのかなっていう印象ではあったんですけども、この特定の集団とか特定個人に依存してそこでの立場を追われた時に自分の存在意義がなくなってしまうっていうような恐怖感をこの子からは感じるんで、そういう系統で言えば一番近いのは大崎天菜かもしれないですね、これ。まあもちろん2人とも全く別の子ですから、あくまでねそういうテイストの怯え方、どういう問題を抱えてるかっていうベクトルにおいてはその系統っていう形ですかね。あ、あさこみですね。まあそれなりに。本当に成績優秀なんですか？あ、それはすごいわ。なんかこういうところ、実際に自分ができているところは逆に調子に乗らないっていう感じなんですかね。はい一応すごいじゃないか。いえ、別にこのくらい普通ですよ。なんかこう謙遜しておきながらもこのちょっと嬉しいっていうのが溢れ出ちゃってる感じ、ほんとなんか小動物的で可愛らしいですね。入試も簡単でしたから。絶対裏で努力してるくせに。このくらい当然ですよ。強がるな、相変わらず。まだ一次審査ですし、ちょっと喜びすぎです。言うね。はい、何なんでしょうね、時折見せるこの不安定そうっていうか、この隠してる感じは。そうですね、ずっとこうやっていられたらいいですよね。なるほど。まあこのリアクションから想定するなら、まあ朝倉樋口に比べて年が一つ下っていうこともあって、まあ学年が離れてることによってその二人と物理的な距離とかが離れてしまうっていうことを恐れてるっていう意味でのこう一緒に入れたらいいですねっていう発言なのか、それとも親に隠してアイドルをやり続けているから、もし実際にアイドルをやっているなんて親に言ったら当然やめさせられる
可能性があって行ってない。だからこその、まあ親にバレたらここにいられなくなるから、ずっと一緒にいられたらいいですねっていう話なのか、それがこの先の見どころですかね。お、二つ目のコミですね。あ、プロデューサーさん。何でしょう。何かご用事ですか。私これから。え、はい。え、まあ確かに小糸に対して筋は通っていないですが、プロデューサーという身としてはやるべき行動でしたね。ほう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 。ですね、最初はやらないとみんなと一緒にいられないから、私また一人になっちゃうと思って。なるほどなるほどなるほど。自分の行動で人を笑顔にするっていうポイントはクリアしていたと。違う学校だったし、今まで私放課後は勉強ばっかりで、私もみんなと一緒に特別になれたみたいで、だけどお母さんがいいよって言うわけないから、楽しくなるほど言えなくなって。まあそうですよね、放課後一人で勉強しているようなね、すごい真面目な子ですから、きっとお母さんも、いやお母さんに限った話ではなく、ご両親もきっと真面目さのある方々だったんでしょうね。なのでまあその両親からの真面目でいい子に育ってほしいっていうような期待を背負っていたっていう過程があった上で、アイドルの話を親にできなかったっていう形ですかね。ごめんなさい、プロデューサーさん。私、ちゃんとした理由とか、どうなりたいかとか、まだ全然ないけど、それでもアイドル、やりたいって言ってもいいですか？もちろんですよ。でも、はい、よろしくお願いします。多分ご両親は
この小糸ちゃんが思っているほど厳しい方たちではないと思うんですよね。私はどうしたら。多分この小糸ちゃん自身が、自分が親からの教えの中で真面目に育っていくにつれて、期待に応えなきゃいけないっていうプレッシャーをずっと感じていたっていう子なんじゃないかなっていうふうに見えてきますね。なのでもし勉強以外に自分が死ぬと、自分がめちゃくちゃやりたいっていうことがあったら、きっと親御さんもそれを認めてくれるような家庭であってほしいですね。みんなすごそうですね。シーズン2オーディション前込みですね。この場合はどうでしょうね。今まで自分のことを褒められると謙遜しがちだったけど、喜びがすごい表に出てくる子だったんで、きっとそう見えるだけだとちょっと弱いかなっていう。で、練習量なら小糸が一番だだと、多分具体的な数、具体的な量で指し示しちゃってるところがあるんで、ちょっと微妙かなと。なんでまあ小糸が一番すごいだろうが一番適してるですかね。どうでしょう。そんなことないと思いますけど。分析失敗ですね。無事勝利しましたと。相変わらずビビリですね。ありがとうございます。はい、あの、私が頑張ります。いいですね、こうやって素直に頑張りますって言ってくれるのは。プロデューサーさん、あの、私何でしょうか。頑張ります。愛玩動物的可愛らしさ。で、こちらがシーズン2終了込みですね。私だって分かってましたよ。二次審査くらい余裕です。やっぱりプロデューサーはアイドルの扱い方を即覚えますね。
樋口さんの頃から思ってましたけど、このまま決勝まで行っちゃうんですから。平和だな。あの幸せをお裾分けっていう感じの子ですね。なんかこの子を見てると自然と笑顔になってしまう、そういう意味でとてもアイドルらしさを持った子だなって思いますね。お、3つ目のコミですね。プロデューサーさん、個人練習に励んでいたのかな。どうしたんですか。また何かありましたか。あ、そうでしたか。こういう受け答えをするっていうことは、これは親御さんから OK 得られた後なんですかね。ああ、なるほどなるほど。プロデューサーが車で送っていく代わりに、アイドル業を、まあ要は安全保障ですよね。安全保障をする代わりにアイドルやっていいよっていう。なるほどなるほど。あ、だから時間を割と決めてるっていう形なんですね。はい、そうでした。まあそりゃ遅くまでレッスンしてれば車の中で疲れて眠るなんてこともありますよね。いえ、私は余裕ですよ。全然平気です。こういうところ真面目になっちゃうんですね、きっとこの子。別に普通ですよ、このくらい。私にしてみれば朝飯前って感じです。だって入学の時に代表として話すぐらいの頭の良さを維持しつつアイドル業も行うって考えると、やっぱり並大抵の努力とかそういうものじゃ追いついていけませんよね。人ができてるな。私頑張ってるって思いますか。だけど私が頑張ってようやく他のみんなの普通くらいです。やっぱりこの子の根底には自己評価の低さがあるようですね。だからこれは頑張ってるうちに入りません。普通の当たり前のことだから。ストイックだな。みんなすごいんですよ。ダンスだってちょっとやったらすぐ覚えるし、昔からそうでした。みんな何でもできて、きっと特別なんです。私もそうなりたくて、いつも周りより劣っているっていうコンプレックスがあるようですね。まあ逆に天才に囲まれた凡人っていう言い方はちょっとあれですけども、そういう、まあもちろん樋口さんも朝倉さんも頑張ってはいるんですけども、やっぱり容量が非常にいいんですよね、きっと二人は。だからその二人に囲まれてって言いますか、そういうような容量のいい人たちに囲まれた小糸ちゃんは、その自分のうまくできないっていうものをコンプレックスだと捉えて、だからこそその二人を、いやその人たちを、そのできる人たちを基準に考えて物事を行ってしまうと。だからこそ勉強ではトップになれるし、アイドルとしても割と順調にね、シーズン2突破と。ただそういうことを行っても自己肯定感がないために、これくらいができて普通っていうラインで捉えてしまうと辛いですね。みんなと一緒にいたいのに、一緒にいても私だけ
いつも遅れてて、一緒にいるはずなのに一人ぼっちになるんじゃないかって。だから私全然余裕なんです、プロデューサーさん。そういう風に言ってないと。みんなには秘密にするからですかね。プロデューサーさん、まったく仕方ないですね、プロデューサーさんは。私がいないと何もできないですもんね。なるほどね。努力ができることも才能っていうのは非常にこういう子にとっていい言葉ですよね。これで無事シーズン3を突破したと。プロデューサーさん、この毎度毎度手をわちゃわちゃさせるの可愛いですよね。ですね。じゃあプロデューサーさんは私のファンってことですかね。おお。いつも応援ありがとうございます。絶対優勝しますから、ずっと私を応援してくださいね。いいですね。アイドルマスターってその昔の頃からプロデューサーが第一に担当アイドルのファンであるっていう文化があるんですけども、それが今回のアイドルマスターシャイニーカラーズにも採用されていまして、本当にプロデュースを開始した時から実はもうその子にそのアイドルのファンは一人いるっていう状態で始まるんですけども、それを改めて再確認させてくれるっていう込みですかね。なんかこれをあえて口にするっていうのは非常にいいなーって思いますね。お、4つ目のコミですね。いえ、今日はもう少しだけ。帰り遅くなるって言ってあるので。はい、もちろんいいですよ。見てても退屈かもしれないですけ。私は平気ですよ。止めないでくださいね、プロデューサーさん。努力ができるってことも特別な才能の一つだ。プロデューサーさんがそう言ってくれて私嬉しかったです。あ、やっぱり言葉に救われているんですね。もしプロデューサーさんが言ってくれた通りなら、私できるところまでやってみたいです。本当に私まだ頑張れます。お願いします。はい。ありがとうございます。ピー、何がですか。
ーさんも知っての通り、私勉強ばっかりしてきました。昔もっと小さい頃はみんなが遊んでる時、どうして自分だけって思ったりもしたんですけど、でももしかしたらそれは今こうやって誰よりも頑張るための練習だったのかもしれないなって。はあ。レッスン室に来る時とか、帰りのバスとか、夜寝る前とか考えて、きっと無駄なことなんてなかったんだって。そう思いたいだけなんですけど。過去のトラウマとかコンプレックスとかを今の強みに昇華できるっていうのは非常に人間としての強度が高いですね。そういうふうに私は思います。誰にでもできることじゃないですよね。こういうネガティブな感情をポジティブな気持ちの原動力に変えていくっていうのはあまりに素晴らしい。そうですよね。恋人は大丈夫だよで行ってみましょう。プロデューサーさん、私頑張ってるって思いますか？私もちょっとだけ、いつもよりちょっとだけすごく頑張ってるなって思います。まあこのくらいなんてことないんですけどね。なるほど。ですね、自己肯定感の低い子にとって自分自身の行いを褒めてあげられるっていうのは非常に大きな一歩を踏み出せたように感じますね。やっぱりアイドルをプロデュースする醍醐味って、アイドルマスターシャイニーカラーズにおいてはその子の悩み、人生における悩みや不満をアイドル活動を通してどう解決して人間として成長していくかっていうのを見られるところにあると思うんですよね。なのでこの恋人ちゃんのコミはすごい心に響くものがあります。前回の樋口なんかもそうでしたけど、ノクチル強いな。無事にシーズン4を突破いたしましたね。ウィング出場決定です。プロデューサーさん、私また何かしてしまったんでしょうか？ウィング出場？超動物的。本当ですか？ってこんな嘘つくわけないんでした。私ウィングに出られるんですね。それならもっと頑張らないと。今の言葉は非常にいい言葉ですね。頑張るっていう言葉ってネガティブな感情につながりやすいんですよね。頑張っているから成功したっていうのなら、まあそれは別に可もなく不可もなくなんですが、頑張っているのに報われないとか、頑張っているのに周りは頑張っていないのに自分だけ頑張ってるとか、そういうネガティブなものに転じやすい言葉だと思うので、頑張ることを肯定しつつ楽しんでこいっていうプロデューサーの一言はすごい重みのある、こういう子にとって非常に意義のある言葉だと思います。私も、私を応援してくれる人も
プロデューサーさんもみんな楽しくないとですよね。ああそうですね。いい子だ。ぴゃー、なんだプロデューサーさんでしたか。準決勝前です。緊張なんてしてませんよ。したことないです。露骨すぎるでしょ。プロデューサーさん、私本当は今すごくドキドキしてて。自分の本心をこうやって口にしてくれるようになってるっていうのは非常に大きな一歩ですね。だけどすごくワクワクしてます。行ってきますね。私いい言葉ですね。私リング準決勝無事勝利です。だんだんと自分の認識に対して自信を持てているような言葉や態度が増えてきたような気がします。非常にいい傾向ですね。私夢中ででもすごく楽しくて、みんなも楽しんでくれてましたかね。決勝前込みです。プロデューサーさん、驚かさないでくださいよ。今私すごくデリケートな状態ですよ。私は大丈夫ですよ。いつも大丈夫です。私いつも大丈夫でいられるようにここまで頑張ってきましたから。じゃあ行ってきます。ちゃんと見ててくださいね。ウィング優勝です。自分で自分のことを頑張ったって言えるのはやっぱり大きな成長ですよね。え？プロデューサーさん、よかった。間違ってなかったってことですよね。私の今までの全部。プロデューサーさん、ウィング優勝本当におめでとうございます。私今も本当に言うこれさて、優勝後のコミを見ていきましょうか。なら私彼女の。プロデューサーさん、最初に私に言ってくれましたよね。どんなアイドルになりたいか。それを考えるのが私の
一番最初の課題だって。ですね、前にも言いましたけど、私最初はみんなと入れなくなったらまた居場所がなくなっちゃうって思って、だからアイドルやらなきゃって思ったんです。まあそうですよね。それから一人でいるときはいつも考えてました。私みたいになんとなく自分に居場所がないって、そんな風に思う人はきっといっぱいいるんじゃないかなって。だけど私を応援していれば、ライブに来れば仲間がいっぱいいて楽しいって。鳥肌が止まらないですね。そういう場所がみんなの、みんなと私の居場所になったらいいなって。もしもしも私がそういうアイドルになれたらって。はい、これで合ってますか。なんですか、私間違えちゃいましたか。プロデューサーさん、そんなの当然ですよ。私はアイドル、翼プロのアイドル、福丸小糸なんですから。ご苦労だったな、次回も頑張ってもらうぞ。終わり方が美しすぎるでしょう。みんな私がいないとダメなんですよ。というわけで、福丸小糸ちゃんのプロデュースを行ってきたわけですが、非常に成長の著しい子でしたね。アイドルとしても人間としても成長して大きな一歩を踏み出す。そして過去の自分のコンプレックスやトラウマを自分の強みに昇華しつつ、その過去の自分のような人たちを救いたいっていうようなアイドルを目指す子に成長を遂げたわけですけども、素晴らしい、非常に素晴らしいとしか言いようがないですね。これは語彙力の消滅を感じますよ。私朝倉徹さんをプロデュースした時に、非常に先が楽しみな子だなっていう感想を述べたと思うんですけども、まあだからこそ樋口のあの大きな一歩、非常に大きな成長には驚きましたし、その樋口に続いてのこの小糸ちゃんのね成長にも驚かされてばかりと。正直まだわからないですけども、ひななちゃんがどういう成長を見せてくれるのかが非常に楽しみですね。逆にこれでひななちゃんが大きな一歩を踏み出すっていうストーリーになると、朝倉徹の浮き方が尋常じゃない。朝倉徹は私の印象ですけども、大きな一歩を踏み出し始めたところっていう印象だったんですね。それに対して樋口や小糸ちゃんはすごい成長を描かれているっていう印象なので、どう出るかが非常に楽しみですし、まあ逆に、まあ、ひななちゃんがまだ出てないんで何とも言えないですけども、その朝倉徹の成長を成長した他のノクチルのメンバーが見守るっていう体制が出来上がるっていう形になるのかな、ちょっとわからない、まだ見当がつかないっていうか、まだ見えてこないですけども、まあノクチル含めて非常に先が楽しみと言いますか。まあでもここまで成長を描くと、この先で何を描くんだろうっていうことは非常に興味が湧いてきますね。というわけで、ノクチルをプロデュース、福丸小糸ちゃん編の終了となります。次回はね、市川ひななちゃんが追加された時に
またプロデュースを行ってこうして動画を上げたいと思いますので、ご興味のある方はぜひよろしくお願いします。それじゃあ、もしこの動画を面白いと思っていただけたなら、チャンネル登録、高評価、それからツイッターのフォローとぜひよろしくお願いいたします。それでは皆さん、また次回の動画でお会いいたしましょう。さようなら。